コマイヌ・ボグドハーン宮殿博物館は、モンゴルのウランバートルに位置する博物館。ボグドハーン1893年から1905年にかけて建造された木組み方式の宮殿で、第8代ジェプスンダンバホトクトのボグドハーンの冬の宮殿のために作られた。1961年からは博物館となり、ボグドハーンの日用品や、 他国から堅牢された白星などを中心に展示されている。この宮殿は現在複合美術館となり、国内外から多くの観光客を集める。また、この宮殿は、ボグドハーンの宮殿建築の素晴らしさを物語る、ウランバドール市内で最古の博物館であるだけでなく、モンゴル国内で最大の美術品のコレクションを持つ美術館としても知られ、その美術館のクオリティの高さは、 ボグドカンの残っているうちの唯一の宮殿であり、もともと他の破壊された宮殿に所蔵されていたすべての美術品をこの宮殿に所蔵したことに由来する。1893年から1903年の間に大モンゴル国皇帝の定宮として建てられた、この博物館はソビエト軍や中国共産党軍によって破壊されなかった数少ないモンゴルの歴史的、 建造物のうちの一つであるとともに、冬に使用された、見事な宮殿建築、平和と幸福の門と名付けられた門、門 ?6 つのラーマ教寺院があり、仏教美術の工芸品、経典などの仏教的に貴重な品々が所蔵される。また、この宮殿博物館には、約8600余りの展示品が存在し、年間4万人以上の訪問者が訪れる、ウランバートル内でも、 有数の観光名所となっている。彼の玉座とベッド、彼の美術品とぬいぐるみのコレクション、彼の華やかな儀式用のジャー、ロシア皇帝ニコライ2世によって、ボグドハーンに与えられた儀式用のブーツ、宝石付きの大モンゴル国皇帝のレガリアなど、ボグドハーンの所有物の多くが展示されており、現在、モンゴルの文部科学省の下で運営されている。しかし、近年では、 長年の放置の影響で劣化が著しく保全が進められる。ありがとうございます。